とさっきのその見た目重視っていう意味で言うとさ、ギターとか、管楽器の人も多いかな。結構小規模のコンサートとかでさ、譜面台置いてコンサートとか、まあ、ジャズ系の人とか割と多いと思うけど、そうね。そういう時にさ、ちょっと実際譜面台出してやった方が分かりやすいかも。ちょっと。例えば譜面台でここで今演奏してるとするじゃないですか。あれ、譜面台が低くて結構こういう位置で譜面置いちゃう人いるよね。なるほどね。こう見いうやこういうす状態で、さ。そう、弾いてる本人の見やすさ重視で、お客さんからしたらさ、何も見えてないっていう状態、これ結構気になっちゃうんでね。昔からなんか人のコンサート見に行った時にそういうことをしてるミュージシャンがいると、ああ、なるべくならちょっと角度変えたらいいのになとかって。ああ、確さかっにきのね。高さだとしてもさ、これ角度変えれば、なんだろう、こうすればさ、全然見えるわけじゃん、普通そうに。ね。本人も譜面見えるし、まあ、ちょっと見づらいかもしれないけど、これはちょっとやりすぎだけど、まあこれぐらいまあ、とかすれそば。の角度にして、ちょっと下げるっていうのもあるしそうね。そうそう、こうすれば全然ね、問題なく。例えばギターの場合だとさ、やっぱりこの手元が見えないと意味がないじゃない？弾いてる姿がさ。ね、こういう状態が見えないといけないから。確かにね。いけないっていうか、まあ見たい。まあ、個人的にはね、自分が見に行った場合ね。だからね、結構そういうのね、気にしちゃうんだけど、意外と気にしてない人多いなっていう感想なんだよね。確だかからちょっにとね、もったね。いないなと思っまあ、て。その演奏者の人によるんだろうけど、その見た目を重視するか、なんか音さえ伝わればいいみたいに考えるかみたいな。まあ、衣装とかもそうだけどね。結構なんかそのあ、そうセッだね。ション好きみたいなミュージシャンの人は、まあ、ジャムバンドとか普段着でやることが多いと思う。でもなんかこう、やっぱロック系の人とか気使う人は、なんか衣装は衣装としてちゃんと違うものを用意するとか、その辺そうだのね。感じもやっぱこう違いがあって面白いっちゃ面白いけそうどだね。ね。見せ方のこだわりね。あとジャンルにもよるのかもね。なんかこう、クラシック出身とかだったりすると、まあ譜面を見るのが当然みたいな、そうだね。前提があるから。弾いてる姿を見せるっていうパフォーマンスではないもんね。もともとが。譜面そめれくはるね。専用の人がそこに座ってたりするぐらいだからね。逆にロックとかからこう来てる人は見ないのが当然みたいになってる。まあそうだね。それぞれ前提が違うよね、やっぱり。まあ、自分がお客さんだった場合の気持ちなんだけどね、見に来た時にやっぱり好きな演奏家の手元とか見たいなって思っちゃうから、確かにね。まあ、もしね、これを見てる人で譜面を立てて演奏する場合がある人は、ちょっとその辺もね、ぜひ気をつけていただけると素 晴らしいんじゃない嬉しかと。い。個 個人人的に的はに嬉嬉しい。しいです。すごい。そうなんですそれよ。は確かに、でも俺もわかる。俺もそっち側の人なんで。ああ、やっぱり。ドラムだと譜面の位置とか困るよね。どこに置こうかって困さ。るね。大体まあ、ハイハットの左側でこの辺にここ置くことか。が、こう一やっ番て多いけ見るど、わけだ。結構めんどくさいのはね、日本のライブハウスとかだとよく多いんだけど、モニターって言って、こう、他の人の音が出るスピーカーを、こっちの足元に置いてあって、こう、足元からこう、上に向かって斜めに音が飛んでくる感よじなくんあだるけよど、ね。よくある。そうすると、そこにフロアにスピーカーが置いてあると、そこ譜面台置けないんで そうするとね、結構困る。どうしたらいいんだそうろうっするとて。タムの上に置いてみたり。タムの上に置くこともある。もうタムを使わタなムい叩け前なくな提。る。そうだよね。もしくはまあちょっとよかしてハイハットの向こう側にするとか。ああ、なるほどね。それぐらいしかも方法はなくなってくるんだけど、あとまあ人によってはね、こう右側に置く人もあるけど、なんかこう左で慣れちゃってると、こう右向きながら叩くのが難しかったりとかもあるから。ドラムってどうなの？どっちかっていうと左向いてることの方が多いのかな、やっぱり。多分そうじゃないかな。多分ね、細かい話になるんだけど、こうドラマーがこう座ってて、真正面お客さんの方向いてるのがこう、バスドラムってこう、でっかい足で踏むドラムがあると思うんだけど、それが、こう、真正面にあるとしたら、それを右足で踏んでるから、体の重ああ、心はそちょっとこっちこに、か。左に向くんだよね。すでにもうずれてるもんね、軸が。なら左側なる向くほど方ね。が自然な感じ自がす然るね。んだと。ああ、そっかそっか。なるほどね。それはあると思う。あと、なんだろう、とても譜面見ていいような雰囲気じゃない現場の場合さ、そういうこともあり得るわけじゃん。まあまあそういうね時ね、そういう時ドラマの人羨ましいなって思うんだよね。
ああ、そうなの。あの最悪ドラムの人って、うん、例えばじゃあちょっとカウベルをセットして、そのカウベルの中、うん、内側にちょっとカンペ入れたりとかさ、うん、っていう人いるらしいじゃない。できるできるね。ギターとかだってね、うん、もうカンペがね置く場所がないんですよ。ああ、でもあの床に貼るとかさ。床は見えないよ、やっぱり。見えないかな。よっぽど大きく書いてあれば読めるけど、うん、その譜面ってなるとちょっと読めないよね。うん、構成でね、ここ ABABC E とかさ、うん、メモだっけるけど、こう読まなきゃいけないような譜面はちょっとさすがに厳しい。ああ、確かにね、読む譜面ってなると難しいかもしれないね。まあドラムの場合ね、簡単なことだって、その本当あの五線譜でおたまじゃくしとかじゃなくて、うんうん、こう小節数がなんか8小節8小節とか、そのくらいのメモとかだったら、うんうんうん、あのヘッドがさ白いことが多いんですよ。そこにこうマジックで直接書けるっていうのもあるね。あ、なんかそれ見たことあるかも、なんかのビデオとかで。本当プロの人でいっぱいいるよね、結構やってる人。そう、特になんかこうさ、例えばこうツアーとかで毎晩毎晩同じ曲を同じ順番で演奏するとかも、決まってる場合は、うんうん、絶対決まってるから、このセットリストのなんか覚えたいところだけバーっと書いておいて、ね、この曲終わったら誰々が喋って、その間に誰々がこれを準備してみたいなメモをしておくと、うん、一応こうそこでこう慌てることなく、あ次これだってすぐ分かるっていう。羨ましいな、そういう場所があるって。でもギターもなんかこうほとんどの場合、うん、正面に行っちゃう、あの前にいるからさ。そうか、そうだよね。そう、なんかヘッドの裏とかにこうヘッドの裏とかヘッドの裏か、ちょっと限りはあるかもな。そのためにこうかなりでかいヘッドのギターを作るとか。あえてそうそうそう。いや本当それぐらいしかもうないもんね。まあ確かにね、目の前もお客さんだからさ、うん、物を置いちゃうと分かっちゃうし。そうだよね。あともうなんかあの、うん、Google グラスみたいのつけてこう、うん、サングラスの中に出すとか、中で見てる。そうそうそう。まあそうなったらね楽だけどね。まあ、うん、パフォーマンス落ちるだろうねそれやっちゃうと。まあね、ずっとそれ見てるからね。そうそうそう、お客さんとの物理的な距離は変わんないけど、ね、うん、そういう結びつき的なのはかなりなくなっちゃう気がする、うん、お客さんがとかやっても全然こう見てないみたいな。気づいてないでしょ。そうそうそう。あとね、何のためのコンサートか分かんなくなっちゃう、ね、うん、うん、そう、まあ結果的に覚えるしかないっていう。まあまあもちろんね、それが、ね、時間があればね、ちゃんとそれが一番いいんですけど。うん。コーラス用のマイクスタンドにスプレッドホルダーつけて、うん、タブレット。ああ、なるほどね。そっか。ああ、なるほどね。最近、確かにそうですね。ね、うん、今時もう譜面台なんかいらないですね。うん。タブレットで見る人のが多いから。うん、確かに。うん、あれもね、ページめくるのもこう指でピッてやったらめくれるからね。とかもう今だったら Bluetooth でさ、足でもう、ああ足もあるか、そうか、くれたりするか、そうだよね。まあ、ドラマーはどうか分かんないけど、うん、どうなんだろう、ドラマーにとってはどっちが楽なんだろう、足。まあ足でも左足だったら空いてること多いからいけんじゃないかね。そっかそっか、うん、うん、ギターはほら手って弾いてるからさ、もう足でめくった方が絶対、ね、そうだよね、確かに。あとは政治家みたいにプロンプター使うとか。そこまでできたらいいんですけどね。まあでもあれだよね、あの歌詞、うん、ボーカルの人とか歌詞出すのにはよくあるよね。大御所ぐらいになってくると、もう足元のモニターと見せかけたのが実は、うん、なんていうの、画面になっててね、そこに歌詞がずらーって流れるようになってて、ね、そう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 、あれ羨ましいよね。前ね、あのね、うん、あの小田和正さんのライブを見に行った時ね、うん、なんていうのかな、こうプロンプターとかも使うのもさ、なんかこう邪道というか、うん、なんだあいつ歌詞覚えてないのかよみたいな風潮も若干あったりするのも、まあそれが影響してるかどうかは分かんないんだけど、そのライブでは、うん、あのこう横浜アリーナだったんだけど、アリーナの壁のところに思いっきりね、その歌詞をもうバーンと出しちゃうの。へえ。そうするとお客さんもそれを見ながら一緒に歌えるで、同時に演者も見えるっていう。うん、あ、それいいね。ありがたいね。すごい、そう、いいアイディアだなと思って。言ってみれば譜面もそうしちゃえばいいのかもしれないけど、でっかいのバーンと出して。譜面、いや、ちょっとどうだろう、それは。でも譜面だと細かすぎるから、なんか。そうなんだよね。とても読めないよね。うん、もうずっと凝視してるような感じになっちゃってね。確かにね。特に音符となると、こう、線のね、どこにその、玉があるかっていうのをちゃんと見ないと分かんなくなっちゃうからね。そうだよね。そうそうそう、うん、半を間違えたりしちゃうと思う。偉いそう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 。歌詞にコードそれくらいならできます。あ、それを壁に出すっていうことね。なんかこうあの歌本みたいな感じですよね。あ、そうだね、うん。うん。歌詞のところに、うん。まあ今日はなんかそんなね、ちょっとミュージシャンの
苦労話でもないけど、うちわ話的な。うちわ話的なね、うん、そうそう、やってる人しかわからないかもしれない苦労なんですけど、うん、そんな話をしてみました。うん。